雪かき車ささら、電車札幌市交通局雪11ささら電車は、札幌市電と函館市電で運行されている、除雪用の車両である。ささらとは、竹製のブラシのことで、これを連ねたブルームを回転させて起動時期に圧設し、走行しながら排雪する。札幌市電における、正式名称は、ロータリーブルーム式電動除雪車。ブルーム式除雪車とも略称される。 毎年11月下旬から12月上旬にかけて、冬の頼りとしてこの電車の初出動の様子がニュース、などで取り上げられる。函館式業局交通部配算なお、日本のササラ電車の原型になった海外における、スノースイーパーと呼ばれる除雪車と、かつて札幌市電に存在した、非電化路線用のササラ機動車についてもこの記事で扱う。 平洋軌道上の除雪手段として走行する車両に搭載したブラシを回転させながら軌道時期に圧設して排雪する方法は本格的な電気鉄道が施設される以前の馬車鉄道時代の北アメリカにおいてニューヨークのアンドリュースクルーニーから6から12頭程度の馬で牽引して使用するスノースイーパーという除雪車が製品化され1885年には ニューヨークやフィラデルフィアで使用されていた。これは走行する除雪車の車輪の回転を、ベベルギアで、ブラシ部分に伝達して、回転、除雪するもので、動力を搭載しないので、自走能力も持たずブラシを自力で回転させることも、できないが、後の電気鉄道における類似したシステムを用いる、除雪車の始祖の一つと言える。電気鉄道の時代が到来し、スノースイーパーも電化された。 1891年に、アイザック・カイ・ベーカー及びロバート・ブースを発明者、ザ・トムソンを出願人として、アメリカで特許が公開され、札幌に二十数年ほど先んじて、北、アメリカ、カナダの積雪地で19世紀末から用いられていた。陶器の積雪量の多いヨーロッパ各国にも、製品化当初から輸出された後技術移転され、2016年現在でも、ブダペスト市電、 ヘルシンキトラムキエフ市電、モスクワ市電など多数の路線で運行されている。1918年の電化開業以来、札幌電気機動では作業員による人海戦術で除雪作業を行っていたが、降雪量が多くなると作業が追いつかず運休に追い込まれることもたびたびであった。より能率の高い除雪方法が求められ、同社の技師長である。 スケカワサダトシを中心とする技術人が海外の文献を参考にして研究開発した結果、1920年に最初のササラ電車が登場し1925年に実用化された。札幌電気軌道における排泄車の開発当初はロータリー車、ラッセル車も使用されたが、ラッセル車は車両先端部のスノープラウト軌上面に隙間が必要で、 市内電車の併用軌道上では、軌道時期の表面に残る雪が、通行人や車ャバ、ソリ等によって踏み固められ、氷結した場合運行不能になってしまう。ロータリー車では、軌上面とロータリー機器に生ずる、隙間対策として、チェーン駆動の小型ブルームを、ロータリー機器の最下部に取り付け排泄効率を向上させたが、そのために構造が複雑化した。使用の結果、 平洋軌道用の排泄システムとして、ラッセル車やロータリー車に見られる弱点がなく、本来の構造のままで、軌道時期の表面まで隙間なく、排泄可能なロータリーブルーム式のササラ電車が採用された。最新の車両では細部に変更が加えられているが、基本的な仕組みは、開発から90年以上経った現在もほぼそのままで、ある。箱館では、 札幌から遅れること12年の1937年に、重お及び200型を改造して、ささら電車が製作された。旭川市街軌道においても灰置型が使用されていた。路線廃止後に灰置が、旭川電気軌道に譲渡され、同線営業廃止まで無番号の電動排雪車として使用されていた。函館市電灰形の車内。左側に、ブルーム用制御機。 中央がブルーム用電動機。電動機と駆動装置一式は、ささらの角度に合わせて、進行方向左に傾けて設置している。ブルーム制御用のコントローラーは、走行用とは別に車内に一機設置されている。車内中央に搭載したブルーム駆動用電動機の出力を前後いずれかのブルームユニットに伝達するかを、ドグクラッチで選択し、ローラーチェーンで伝達して、 進行方向側の先頭部に搭載したブラシを回転させ走行しながら軌道に圧接して排泄する。ブダペスト市電の除雪車のように車体前後に独立したブルーム駆動用の電動機を搭載するケースもある。いずれにしても運転手とブルームを操作する係員が二人、一組で乗務する。海外のスノースイーパーではブラシ部分に竹棒機などに用いられる竹の枝の 先端部分を用いたが、札幌電気軌道では、台所用品の笹をヒントに、ブラシの部分に竹ひご状に細く割った竹を束ねたものを利用する方法を考案し、調達を容易にすると同時に、耐久性を向上させた。札幌のケースでは、一束のサイズは、長さ 28.5cm、直径 3.5cm の円柱型となっている。 束は先端で3ト、mm、ル角の150本に分かれ、さらに根元側は太最低2ト、mm、ルの針金で3箇所を束ねられている。この束を奈良材で作られた長さ2 4ル幅6 5トルの木製の台に50本一列に並べて取り付け、さらにこの台を回転軸の周りに放射状に8列取り付けてある。回転軸は それぞれの進行方向右側が前に突き出た斜め向きになっており、車輪と逆方向に回転し、回転軸は路面や雪の状況と笹サ先端部の摩耗などに応じて上下に動かすことができる。笹サ,サの対応距離は700から8 0 0トルとなっている。札幌では笹サ,サの材料は長らく山口県福江村産の妄想地区が使われてきたが、 供給元の業者の廃業後は全国各地から調達している。スチールワイヤーやナイロンなど他の素材が試験的に用いられたこともあるが十分な除雪効果があり、かつアスファルト路面を傷つけない点などから現在でも竹が使われている。海外の例ではヘルシンキトラム、リガシデンなどで合成樹脂製ブラシに代替されているケースが散見される。 ささらを路面に圧着した時の車体の浮き上がりを防止するために札幌では車体内部に箱立ではレッキ部分に廃用になった車輪を支柱として積載している。ありがとうございます。